相手が男だから女だからゲイだからレズだからっていうのは僕にとって関係なくて、うん、僕が好きだからっていうだけの話。浮気されたくない、取られたくない、そう思うんだったらこの彼女に自分が思ってることを今伝えろよって、うん、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。ガクトさん自身が好きになったりすることってあるんですか？昔はあった、昔はね、今はない。なるほど、うん、昔は男とか女とかあんま気にしてない時もあったし、綺麗な人であればいいなと思ったけど、結局自分が求めているものはやっぱ女性の美しさなんだなっていうことに気づいた時にはやっぱ最終的に女性の方に寄ってったっていうのはある。ニューハーフとかは？あ、気にしてない。別にそれニューハーフだから何なのとかっていう話、自分が好きになった人が好きっていうだけ。だからそれがその相手が男だから女だからゲイだからレズだからっていうのは僕にとって関係なくて、うん、僕が好きだからっていうだけの話、うん、じゃあもっと聞くけど、相手が女だったら誰でも好きになるのって。まあそうですよね。ならないよね、うん、自分が好きだからこの人好きになるわけで、でもその人は女であったとしても僕が好きであったとしても他の人からしたら、なんであんなやつなのって言われる場合もある、うんうんうん、関係ある？そうですよね、うん、それは僕が好きだから良くないっていう話じゃん。ガクトさんにとって不倫はありなしですか？一夫多妻制には賛成反対ですか？一夫多妻制、一妻多夫制あっていいんじゃない？うん、うん、なんで1対1じゃなきゃダメだろう？なるほど、多夫多妻制ってことですかね。じゃあ一夫多妻制、一妻多夫制、うん、で良くないって。ああ、なるほどなるほど、うん、で僕はその不倫に対してどうのこうの思う、どう思いますかって言うけど、その不倫をする側、うん、まあ結果これは不倫と呼ばれて、さもなんか不倫が世の中ではダメなふうに取り上げられているかもしれないけれども、不倫をしている人たちは別にレイプしているわけではなく、お互いの同意のもとでやってるわけじゃん、うん、でもしそれが見つかって謝らなきゃいけない人がいるとしたら、それは家庭内の問題であって社会に対して謝る必要はなくて、で例えばそれをやることによって家庭をバランスを取るためにやってる場合だってあるだろうし、自分のバランスを取るためにやる行為あるよね、うん、その中の一つとしてやるんだったらいいんじゃないの。ただしやるってことはリスクがあるから、うん、そのリスクを分かってやりなさいって、うんうん、でそれが何か起きた時には必ずそのリスクに見合う代償が必要になってくるよっていうことは認識しなさいってことなんじゃない、うん、ただ不倫してよく芸能人とかね、有名人がテレビで謝ったりすることあるよね、うん、あれにはものすごく大きな疑問を感じる。誰に謝ってんのって。うん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 、ご迷惑をおかけしましたとか、お騒がしましたとか、いや騒いでるの勝手に周りだからそうです、メディアが騒いでるだけであって、うん、別にお前が謝る必要ないだろうってまず思うし、うん、で言ったらね、これは男にも女にも言えることだけど、自分が惚れる男、まあ、これを見てる人が女性だったら相手は男だよね、大半は。で自分が男だったら相手は女だよね、うん、自分がこの子いいなって思う人、自分はその時に会ったけどこの人はすでにもう何十年か生きてるわけだよね、二十、うん、数年生きてる、三十年生きてる、うん、ってことは僕よりも前に出会ってる人がいて、自分が惚れるぐらいなんだから、この人と会った僕より前に会った人たちは絶対この人に惚れてるはずなんだよ、うんうん、そしたらこの人と結婚してるかもしれないし、この人といい関係の人もいるかもしれないし、子供がいるかもしれないしって、うん、なるほど、
で逆に言うと僕が惚れるような人なのに誰も好きな人がいない、むしろ私もう彼氏2年ぐらいいないんですとか言われると性病かなとか言って大丈夫かなって思っちゃう、はい、あれなんかもしかしたらこの子危ないかなとか、うんうん、逆に怪しい、だって自分が惚れるぐらいなんだよ、はい、自分が惚れるぐらいってことは他の人も絶対惚れてるはずなわけじゃん、レベル的には、うん、それ普通だよ。でそう考えたらなんていうのかな、今のその世の中の成り立ちがなぜこういうふうになってしまったか分かんないけど、なんか人の恋してる人に声をかけちゃいけない、いけないの、うん、だって声かけるの自由じゃん、うんうん、だって断るのはその人の自由だから、うんうん、ああなるほどなるほど、例えば彼女がいます、女の子がいます、その女の子に声かけます、でもその女の子がその瞬間に彼氏がいて自分にとっては彼氏の方が大切だと思ったら断るよね、うん、そうですね、でもその女の子がそうじゃないと思ったらその女の子は新たな恋を始めるし、ただこれだけのことだと思うんだよ、うん、じゃなかったら世の中の男性も女性も余りもんしか言っちゃいけないのか楽しんでる言い方よあなるほど、じゃあ逆に相手に旦那さんがいる彼氏がいるっていうと逆にあライバル一人かぐらいな感覚、そうかっけえだっておかしくない、余り物の中から好きな人選んでくださいってそんなことある、そんな恋したい、嫌だよね、やっぱりいいなと思った人と恋したいよね、でたまたまその人が結婚してたらうわーって思うかもしれない、でもそこから恋が始まるかもしれない、でもその人がいや俺には俺君の君は確かに綺麗かもしれないし可愛いかもしれないけど俺には素敵な奥さんがいるって言うんだったら、うん、それはもうしょうがない、うん、奥さんに負けたんだよなるほど、そうだよね、うん、だけどチャンスがあるかもしれない、それが不倫になるかもしれない、だけどそこで恋が始まってその彼氏はその相手は奥さんがいてでも家庭の中で自分のバランスが取れなくて、うん、そのバランスを取るために君を利用するかもしれない、うん、じゃあそれが悪いことなの、だって君も望んでるよねって、うん、そうですね、だって奥さんがいることを知って出会ってね、うん、奥さんがいることを知ってでも恋したわけだから、うん、その恋したことに感謝すべきであって、恋できたこと、好きな人が目の前に現れたことに感謝するべきであって、うん、で恋に落ちれたことに感謝するべきであって、うん、で恋ができたことに感謝するべきであって、うんうんうん、ね、なぜ結婚しているのかということに文句言うべきではないよね、うんでそれが例えば相手の理由で別れなきゃいけなくなるかもしれない、でもそれは最初からそのリスクがあって、でも自分はそこに恋に落ちたいっていう欲があったから恋に落ちたわけじゃん、うん、それは自分にとってのリスクじゃん、背負わなければいけない業なんだよ、うん、そうじゃん、そうですね、うん、だけどなんかこう世の中のある一部分の人たちは人の嫁や人の旦那に手を出すことは、うん、何よりもどんなことにも罪が重いみたいなふうに言ってる人いるじゃん、うん、はい、まあ、つまりそれは余り物に手を出せ余り物を選べってこと？って。で、余り物の中から選べっていうことをみんなに言ってんの？って極端に言えばね、うんうん。僕はそこじゃないと思うんだよ。うん、例えば自分に彼女がいる。この彼女は彼女に優しくしてない人いっぱいいるよね。うん、この彼女取られる可能性あるよ。うんうんうん、取られていいの、他人に盗まれる可能性あるよ、取られていいの、それは奥さんでも同じ、うん、
なるほどなるほど。浮気されたくない、取られたくない、そう思うんだったらこの彼女に自分が思ってることを今伝えろよって、うん、今のこの彼女にとって自分が最高のパートナーであるという立場でいる努力をしてるかって、うん、その努力もしないで人の女に触るな、人の男に触るな、何よりも罪が重いって言いながらせんべいね食べながらテレビの前で不倫してる人お前は最低だって言ってることに意味あるかな、うん、なるほどなるほどそうですね。で努力してない人がそういうこと言ってるような気がする。うん、だから全員とは言わないけどね、うん、もちろんなんかそういうことを毛嫌う人もいる、うんうん、なんかモラルや道徳やって言うけど、はい、うん、でもあのモラルや道徳を語るのは人それぞれだから、うん、世の中全般的にモラルって決まってるものではない、うん、大多数の人がいるモラルもあれば少数派のモラルもある、うん、それを押し付ける必要もなければ押し付けられる必要もない、うんうん、そうですねって思ってる。あのこんな不倫の話の後であれなんですけど、10年後のガクトさん、うん、どんなですか。あ、眩しくて見えないかなありがとうございました Coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.